どうもおてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、昨日に引き続きなんですけれども、こちらのディスカス水槽、昨日はね黒い砂利を敷いていて、それを取り除くことによって、黒がね取り除かれて、水槽全体が明るくなったんですよね。そうするとディスカスの色が変化するっていう動画を、アップしたんですけれども、さらに1日経ったらもう全く別の魚みたいに綺麗になっちゃって、すごいっしょ。これはね、これ980円で買ったディスカスなんですよね。いや、こんなに綺麗だったのみたいな。今まで黒くて、ちょっと、くすんだ色っちゃくすんだ色だったんですよね。いや、まさかこんなにって思って。で、今まではこの水槽じゃなくて、水草水槽に入れてたんですよね。水草水槽に。で、水草を植えているので、ソイルを使っているんですけれども、ソイルに関してはやっぱ黒いじゃないですか、色が。だから真っ黒だったんですよ。真っ黒。この体の色がね、ネオン色に光っているのが水色になっていると思うんだけども、その水色がもっと濃い色、もう青に近い、色だったんで、それはそれで綺麗だったけど、いやでもこれね、赤い発色も綺麗だし、こんなになるの?と思って、当然その何て言うのかな、もっと高級なね、もうこの980円だから、もう10倍ぐらいあるやつだともっと柄とかね複雑で綺麗だと思うんだけど、いや980円で、稚魚で買ったやつからここまで大きくなってこんなに綺麗なんだなっていう、その興奮興奮をお伝えしたいっていう、そのね。で、昨日もちょっと言いましたけど、ベアタンクの飼育はちょっと今うんちあって回収しきれてないけどその魚のなんていう模様とかが綺麗になるっていうことにおいてはいいなって思いました、ベアタンク。その管理方法だけじゃないんだなっていうのは、いやだってこんなん綺麗になるもんなのと思って、だからちょっとね改めて、ディスカスなんでベアタンクでみんな飼育しているのかっていうのをね、その管理する、もう何回も言っちゃうけど、管理するのが楽ってだけじゃなくて、見た目が綺麗になるっていうのがあるんだなーって思いました、本当に。いや綺麗です。もともとこの水槽にね移したのは白癬病になっちゃったからだったんですけれども、それも感知して、思いもよらない、このね、自分のあれにあれしてんのかな、自分のあれにっていうか自分の体が移ってちょっと攻撃してんのかな、ちょっと今ね部屋の電気を消してね、いるので、もしかしたら反射して自分の姿が見えて、こういう感じで見えてるのかもしれないですけれども、いや綺麗だな。はい、ということでちょっと興奮気味に話しているので、何言ってるのかよくわからない可能性もあるんですけれども、ディスカスベアタンク相性がいいぞというお話でございました。
ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、こんな形で、ディスカス、はい、引き続き追っていこうかと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私、朝日でございました。ジャッ